ずつバッテリー変えて、はい、マイナスをボディアンス、はい、でプラスの電源を D 端子、はい、エース端子とプラスを直結すると回ります、はい。回ってるんだけど音がすごいし、うん、ギアが出てこない、出てこないなんで、まあ、これだとやっぱり回らないですね。通常であればこれ手でも出ないです。手では出る、手では出る、手では出るんですけど、通常の動きは本当はこれがこう出てきてここで回る、はい、あれ仕込み一般の話なんで。なるほど、オーバーホールですね。オーバーホールか、もうリビルト、リビルトあるのかな、サルバル交換か。オーバーホールで部品があるのかどうかっていう、そうですね、そっちもそっちも心配です。もうこれもメーカーとかも絡むんですね。磨けば出てくるのかな。キャブが書いてあるっぽいな。キャブが日立だからゼルも日立で作ってないかな。やっぱり電装かな。高崎インターそば磯部モーターズ、軽自動車の新車届け出済み未使用車専門店。オールメーカー常時250台展示、安心のアフターサービス。今すぐ磯部モーターズで検索、ウェブで在庫チェック。